林島町は岡山県南中央部に位置し、都市雇用県では岡山都市県に属する町、県庁所在地の岡山市と県下第2位の都市倉敷市に四方を囲まれており、双方のベッドタウンとなっている。また、県下最小の市町村でもある。面積は県下自治体の中で最小である一方、人口密度は県下最大。町名の通り、 室町時代以前は島であったが、干拓により、地続きとなった。南部は干拓地で、岡山平野の一部を形成し、中央部にかつて島であった丘陵がある。北部も丘陵となっており、岡山市と一体化した岡山県、総合流通センター、民間の流通団地、独立行政法人国立病院機構南岡山、医療センターなどが立地する。 JR 西日本宇野線により結ばれた岡山市との関係が深いが、警察署、消防署の管轄区域や、県立高等学校の学区などでは、倉敷市と同じ区域に区分される。など本社を置く企業、編集国立病院機構南岡山医療センター2010年時点で、林間町内に住む者は73.4%が、町外へ通勤、通学しており、流出先は、 岡山市と倉敷市がほとんどを占め、通勤、通学率は漁師ともほぼ半々となっている。流入人口よりも流出人口の方が多くなっており、このことから町内は昼間人口より夜間人口の方が多いベッドタウンとしての性格が色濃く岡山、倉敷漁師のほぼ同率の影響下にあることが見て取れる。林島駅岡電バス両備えバス平日に朝に一本のみ、 運行。コンベックス岡山での大規模イベント開催時で、イベントの主催者がバス会社に運行願いをしている時の土曜、日曜に運行。林間コミュニティバス、林間タクシーが、林間町から、自宅、運行している。運行時間、本数は7時から19時までの毎時1往復。運賃は無料。定期運行は日曜金曜で、町取材全庁行事日に、 臨時運行する。林島駅市にそわかみや、ひかさやイトピアコンベックス林島駅から、噂島西日南大入。FM ラジオ放送圏域 FM ラジオ局は、近鉱山送信所からの電波で聞くことができる。コミュニティ放送は、各送信所からの電波が良好に入り、公式サイトでは、サービスエリアに入っている。AM ラジオ放送高速道路。 一般国道都道府県道林間公園の桜、ありがとうございます。